さん、こんにちは。まずは、接戦奮起モードについて検証するよ。今回の実験に協力してくれるのは、MA チーム。打撃能力をすべて E にしてみたよ。打撃が全部 E でも、接戦奮起モードがあれば抗えるのではというのが今回の検証の趣旨だね。それじゃあ、シーズンを回していくよ。おっと、忘れてた。奮起モードをオンにしないと。それじゃあ、用意、ドン。この間に、ちょっとだけ伝えたいことを伝えるよ。新たに2020年版のセリーグ6球団が追加されたよ。あと、鍵付きだけど、外人のみの球団も追加。それが、このヘッジホップ。選手詳細を見てみるとこんな感じ。とにかく選手の能力が高い。何より先発多すぎ問題とかもあるけれど。外人ゆえに、資金繰りが大変だという声もあるね。さて、そんな説明をしているうちに日本一が決定。それじゃあ、成績を見ていくよ。結果的に MA は最下位になったけど、5位と 5.5 ゲーム差。打撃いいの割には頑張った結果となったね。何より特筆すべき点は、チーム打率がリーグ1位という点。打撃能力が良いであるにもかかわらずだ。防御率もリーグ2位だし、むしろなんでこんな最下位になったのかってレベルの成績だね。ちなみに、これが打撃成績だけど、3割超えがいたね。打率3割超えを達成した雨宮だけど、その能力値はほぼオールE。能力値がいいでも、奮起モードとシーズン調子で3割を残せるということが証明できたね。一方で、奮起モードがなかった場合の結果がこれ。打率も低いし、首位と77ゲーム差離された結果に。いかに奮起モードの影響が強いかがわかるね。5日間検証。盗塁をする上で、捕手の肩を気にすると思うけど、果たして盗塁数にどこまで影響するのだろうか。ということで、捕手の肩を E にしてみて、盗塁数にどのくらい影響するのか検証するよ。その結果がこんな感じ。ただし、自分のリーグの味方 E にしたよ。盗塁の合計数は306。ただ、これだけでは比較はできないので、肩 S の場合も検証するよ。その結果がこちら。合計数は212と、肩 E の時と比べて100近く減少。ただ、肩 S 固定でも割と盗塁数は稼げているみたい。ちなみに、小ネタではあるけど、二塁牽制に必ず入るのはセカンド。しかし、盗塁で二塁に入るのは、打者の右左に関わらず、ショートが入るようになっているね。5日間検証。第1回、野手戦術最強決定戦も間もなく終わり。最後は、突然追加されたゴロ狙い VS 疑似狙い。今回は時間の都合上、結果だけ掲載するよ。俺たちのだけ、めちゃくちゃ適当だな、おい。結果はこんな感じ。意外にも、疑似狙いよりゴロ狙いの方が長打率が高い結果に。一方、四死球と三振の観点で上回ったのは、疑似。ただ、総合的に見てゴロ狙いの方が上回っているね。次回は、計5回にわたって行われた、野手戦術最強決定戦の振り返りまとめをするよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。